こんにちは、ブランド林社長です。こんにちは、はい、そうですね、すいません、このヘルプはカンタに任せております。カンタです。明日4月6日ですね。はい、土曜日、グレートランド大阪お昼1時から店頭先行分、前編後編と分けまして、本日も15着ずつご紹介させていただきます。まあもう初入荷がね、何枚かあったり、まあ店頭に意外とこれなかったんやってものとかも足しておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。これね、多分ね、はい、マリリン・マンソンなんですけど、初入荷ちゃうかな、はい、ああ、そうなんですか。ウィンターランドの XL でフロント側のカプセルでマリリン・マンソン 100mg って書いてて、後ろが、アーピルトゥメイクユーナム、アーピルトゥメイクユーダム、アーピルトゥメイクユーエニバディエルスと、3部作の2枚目、メカニカルアニマルズ、まあこのオメガなんで、の T シャツだと思うんですが、とにかく玉数が少ない。あまり見ないですね。ないです。これは初入荷なんですもんね。多分初入荷、おそらく、はい、ね、2年ぐらい前にイギリスかな、イギリスかフィリピンかどっかから買った記憶があるんですけど、ずっと出すのを忘れてた T シャツでございまして、まあ、出すの忘れてたの相場が上がったんで、まあ、ラッキーといえばラッキーなんですが、うん、ボックスシルエットで肩幅しっかりあって言うことない T シャツだと思います。お願いします。次行きましょう。これ意外と店頭なくってちょこちょこ入れてるつもりなんですけど、はい、よう売れるなっていう。へ、マリリン・マンソン、ビューティフルピーポー、ウィンターランドのコピーライトが入ったもので、バックプリントが、このようにブルーで、文字が入っているタイプです。まあ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 、まあ、めちゃくちゃ珍しいってわけではないんですけども、はい、ただ本当人気がある。ASAP ロッキーがね出たりとかするんですけどね、まあ、マリリン・マンソンの中でも比較的着やすい T シャツかなと思います。はい、お願いします。リンキンパークが 1,2,3 と続きますね。まずはこちら、リンキンパークのハイブリッドセオリーバックプリントがこのもので、まあネイビーとブラック存在しますが、こちらブラックのモデルでコピーライトが2001とイエローの文字で入っております。チャンプタグの XL です。このチャンプタグってリンキンパークでは比較的珍しいなっていう印象なんですけども、サイズ感も非常にバランス良くてコンディションもいいので、これからこの夏ヴィンテージ T シャツを買ってみたいなっていう方にもとっつきやすいコンディションかつサイズ感だと思います。次、はい、またもやリンキンパークハイブリッドセオリーからパターン違いで、こちらもブラック、ボディが M&O の XL となります。フロントはこのタイプでコピーライトもこちら2001ですね。リンキンパークと表記あり、後ろにも赤の文字でリンキンパークと表記があります。まあ、M&O もサイズバランスかなりいいので、まあ短すぎない短丈ボックスシルエットで、こちらも先ほどのリンキンパーク同じくコンディションが良いので、本当にとっつきやすい、コンディションかつデザインかなと思いますので、まあすでにビンテージを集められた方も意外とリンキンパークってね、グレートランド争奪戦になってますので、はい、確実にゲットしたい方は店頭でお見逃しないようお願いします。こちらもリンキンパークでございます。バックポイントにもリンキンパークと、ちょっとね、このフォントは珍しいです。リンキンパークではタグがヘインズの2枚タグですね。こちらもサイズバランス非常にいいです。ちょっとね、そこまで先ほどの2枚に比べると少しお値段やや控えめとなっておりますので、まあ確かね、そんなに高くないよこれ、はい、2万円以下で買いたい方にはぜひともおすすめな、ちょうどいいやれ感ですね、はい、ここでよく色抜けしてて、LP の文字もまだビビッと効いてる感じなので、ちょっとこなれた感じでぜひとも来てください。本当は僕すごい好きなメガデスなんですけど、まあ、あんまり値段がねいつも合わないっていうか、やっぱり国内の方はメタリカ欲しい方が多いかなっていうので、海外では非常に評価高いメガデスですが、日本国内ではまだそこまでポピュラーではないので、あんまりこう入れたくても入れれないんですけど、これは、段違いにかっこいいので入れました。バックプリントメガデスユースアナシアワールドツアー1995で、これね、このデザインがフロントに描かれたオフィシャルっていうのが比較的出回ってます。ただフロントプリントがこちらの、ちょっとこれパスヘッドっぽいんですけど、このカラーリングっていうのはなかなか出回っておりません。でこれ僕言いたいところっていうのが、このねバックプリント、はい、バック色使いって非常にブートっぽい、うん、
色使いなんですけども、実はこれオフィシャルなんですよね。はいはいはい、はい、フロントにもコピーライトがしっかりと入っているので、メガデスの T シャツちょっと買ってみたいなって思っていただいてた方は、ぜひともこれ行っていただきたいですし、そもそも僕これ初めて見ました。オフィシャルなのに、って部分でもメズラーな T シャツになります。サイズ感もバッチリです。ユーロの XL となっております。コンディションもいいです。お願いします。ピンクフロイド、まあブートです。めっちゃいいブート。フロントモアイのデカプリの後ろはメンバーなんですが、よくもまあこんな感じにかっこよく入れてくれたねっていう、すげえ大判。そうですね、もう下キッキリまで入ってますね。キッキリ色使いも最高、はい、袖裾ともにシングルステッチ、まあ、これぞブートの醍醐味ではないでしょうか。ここまで大きい面積に入っているのにもかかわらずまとまりがあるっていうのは、やっぱりこうホワイトが入って、まあ黒の下地のボディの色を生かしつつ、ちょっと落ち着いたこのピンクのね、はい、色でこのムアイの目だったり文字だったり、このバックの部分のこういったところ描いてて、派手に見えて実はねあんまり色使いがないんですよ。そうですね、使われている色は限られてるかもしれないですね。 それが非常にいいと思います、はい、かっこいいです。お願いします。次レッドチェッペリンです。フロントはこのメンバーのお顔なんですよ。ただこれもやっぱりねカラーではなくてモノクロで描かれてる部分がポイント高いかなと思います。でこのレッドチェッペリンのロゴもよーく見るとブルーだけではないと、まあ、これはグアンくんつってますけどね、こことここがちょっと色変わってたりだとかしておりまして、珍しくメンバーが全員イケメンに映ってはいるんですけども、はい、とにかくヒゲとロン毛でほぼ決定そうですねみんな二重ですか。イエス、あー二重じゃない。ハンタは奥二重ですかね。奥二重ですか。僕片目二重、片目奥二重です。あー、そういう風に言おうのいますよねどういうことですか。私奥二重、ちなみに僕も奥二重です、はいはい、でバックプリントはすごいかっこいいんですよ。単色でパープルで描かれてて、ちょっとこうね、なんて言ったらいいのかな、これ絵画風な。そうですね、うん、で上からこうレッドチェッペリンとバキッて出てる感じが非常にいいと思います。これかっこいい、はい、お願いします。エアロスミスになります。パンプです。でちょっとアートライクな感じのデザインで、フロントプリントがこれ、バックプリントがこれ、まあ、80sっぽいボディなんですが、サイズ感大きいので、ちょっと普段僕が押してるようなテロッとした感じの生地感、硬すぎないはい、感じでさらっと夏場着ていただくにはちょうどいいかなと思います。身幅結構あるんですこれ、うん、結構あります。大体このパターンってちっちゃみたいなことが多いんですけど、結構大きい。表記はだってトリプル XL、 トリプル XL これは奇跡ですね、はい、この年代のトリプル XL っていうのは、つまりまあそうね、90年代後期の XL ぐらい。あ、じゃあ結構、はい、特に白 T って縮みやすいんでね、そういった部分でもトリプル XL 表記ですが実寸 XL 相当ということでですね、はい、理想のサイズ感です。お願いします。ヒゲは切れないと思いますあ、そうですね、うん、ロックフォーチョイスフェスティなんですよ、はい、まあローラパルザみたいな、はいはいはい、なんですけどバックプリントが非常に良い。パールジャム L7、エロセブンいいと思ったわあのここだけでもう十分でしょう。でちょっとこうアーチの描いた感じでプリントもバッキバキ、いいじゃない。これねそんな高くないのよ。うん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 、L7 って書いてる T シャツの中で一番安いんちゃうかな。あ、そうなんすねL2 ぐらいの感じ。あ、なるほど、うん、でボディがジャイアントアンビルの XL、 いいボディですね、はい、ジャイアントバイアンビルの特性上身幅が非常に縮みやすい。身幅が結構カツカツな個体が多いジャイアントバイアンビルですが、これは身幅しっかりある、はい、この点もポイント高いかと思います。お願いします。これはねヨーロッパのロラパルーザのブートなんですよ。ブート、はい、H994 なんですが、もうほぼねこれねロラパルーザとかスマパンなんですね。スマッシングパンプキンズも前に書いてて、後ろもほらスマッシングパンプキンズ、ビースティーボーイズ、ザ・ブリーダーズ、トライブコールドクエスト、 L7、 あ、 L7 94です、はい、L7 お忙しいですね、さっきの94ですね、はい、でロラパルーザの雰囲気は守りつつ、うん、
ほぼスマパンっていう。そうです、スマパン推しがすごいですね。よっぽどこれ作ってスマパン好きなんでしょうね、はいはい。でなかなか珍しいです。これ初入荷ですし、僕はこんなんあるんやって感じでした。まあヨーロッパのブートとなりますので、雰囲気抜群でございます。サイズ感もいいですね。はいはい、ヨーロッパのブートなのにメイドイン USA ってタグがついてるっていう。ああそうなんですね。いかにも謎な感じでございますが、はい、お願いいたします。ナインティネイルズのナウアイムナッシングかな。はい、でこれはもうナインティーズはとてつもない値段がついております。それこそ個人売買でもすごい値段がついておりますが、こちらはアーリー Y2K2002。 何が違うねんって話なんですよ。そうですね、うん、でよく出回ってる90年代のナウアイムナッシングっていうのはフルーツオブザルームが多くて、はい、バカ着丈長いんですね。はいはいはい、はい、っていうのを鑑みた時にプリントしか変わらないんで、何が違うねんっていう、このバックのこの2002のここのコピーライト、これちょっと拡大して、ほぼ一緒かな、半額以下ぐらい。全然違いますね。まああとはお任せしますって感じです、うん、同じサイズ感同じプライスであればそれは僕も90年代買いますけども、はい、今っぽいサイズ感およびまあコンディションは関係ないか、今っぽいサイズ感って見た時に値段が半額ぐらいだったら、まあ、かっこよく切れた方がいいよね。いいですね、はい、はい、なので、全然引けを取らないというかおすすめな一着です。久しぶりローリングストーンズスパイクタンのパープルで、後ろがブードゥーツアー94です。まあこれはもう説明不要かと思います。タグ残ってませんね。はい、残ってませんが、ブロッカムの XL と考えて間違いないです。94のブロッカムはだいたい裾ダブルの袖シングルとなってる。ワンチャン 2XL かなぐらいあるかもしれないですね。結構サイズ感はフェードの感じもすごくいい。はい、はい、よろしくお願いします。ラストがジュラシックパー、まあごめんなさい、ラスト2ですね。はい、ジュラシックパークでこのパターン何回か販売してる、これ実は初なんですよ。はい、っていうのもね、これとこれとこれそれぞれ単品の T シャツはあるの。はい、それぞれメッセージがあって、これとオーサムトゥーキルとかこんな顔してたわあるんですよ。とりあえずはい3人集合っていうの、3人だかな、3匹3頭タイ、わかんないっすね。はい、初です、へー、すごく良い。ちょっと僕これね、お買い取りでね、郵送やったかな、はい、郵送買い取りで送りいただいたんですけど、結構テンション上がっていっちゃうんです。へー、あ、ええやんっていう。で、表記も XL、 そうですね、サイズ感もバッチリでございます、はい、これは言っていただけんじゃないか、うん、よし、はい、ね、最後、アキラジョーカーなんです。状態もいいんです、はい、だいたいね XL だと20万ぐらい。そうですね今、うん、L だと、まあ、15から17、8ぐらい。全然10万円以下でいこうかなと思ってまして。おサイズが M なんですよ。 M ですね、はい、なのでやっぱりそれは MXL に比べると少し、お値段はとか結構下げました、うん、なのでですが、コンディションも良い、はい、まあサイズが合う方はめっちゃお買い得な一着です、それこそ L サイズの半額ぐらいとお考えください。めちゃ安い、最安ちゃう、過去グレートランドでの販売で、はい、はい、ということで以上となっております。前編終了です。15着ご紹介させていただきました。明日お昼1時から、グレートランド大阪店頭にて皆様のご来店お待ちしております。そして明日はグレートランド大阪徒歩3分5分ぐらいの距離でちょびひげポップアップ、ねはい、お安く古いよ、販売ってことで、もうざったりガチャっと置いて、まあ、本当に、昔ながらのいい古着屋さんって感じで均一プライスで、販売をしております。そちら2時からかな、はい、はい、営業開始しておりますので、それこそ1時にグレートランド来ていただいて、そこから2時に、ちょびひげはしごっていう、もうちょうどいいルートですね。ちょうどいいルートですね、はい、ということで、前編これにて終了でございます。明日皆様のご来店心よりお待ち申し上げております。ブランドバイヤー社長とカンタでした。バイバイ、待ってます。